皆さん、こんばんは。笑って暮らして、医者すらず。私はアシスタントを務めます。倉島桃子です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は私たちが。健康で、笑って暮らせるような社会を作ろうという思いに共感した。さまざまなゲストをお迎えし、貴重なお話を伺っていこうという番組です。番組の主催は中部大学特任教授、武田邦彦先生です。先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。だいぶもう一年ほど経ってね。はい。 えー、この番組もずいぶん好評でありますし、はい、皆さんかなり健康になってわれわれもそろそろ国民栄養士をもらえるんじゃないですか <laughs> 先生とかのは先に <laughs> <laughs>、はい、それでは今回もゲストをお迎えしておりますのでご紹介いたします今回のゲストは一般社団法人日本健康食育協会代表理事でいらっしゃいます柏原幸雄先生ですすす柏原先生どうぞよよよろろろししししししくくくおおお願願願いいいいいたたままます そそれででは先生早速お話の方あっていきいいますそうですね、まあ、この1年ね 1>、はい、同じようなあの同じっていうか全くほとんど同じフリップを使ってるわけですが、えー、とあの人間って面白いもんで体が少し不調になっても、まあ、そのままで、はいえー、もう少しひどくなると肩こりがひどいとか医者に行くと、はい、そしお医者さんはまだ別に薬あげろうじゃありませんよって言うと。 したら今までの生活がある意味で不適,不適切なんだからそこまで悪くなったんだから <laughs> それをあと半年続けたらいよいよ変になっちゃうわけですよ、はい、だから医者にかかる前に引き返すと要するに健康な状態から不健康になりそうになった時にもう一回健康な方に自分の力で戻すとそれにどうしたらいいかっていうのが、はいまあ、この番組の主力なんですね、はい、で思い起こせば小崎先生とか、はい それかから片山さんとかねいろいろ立派なあの皆さん立派ですがあの本格的な医学部の教授とか登場していただいて、ね。はい まあ僕なんかは頑固の方ですけど相当生活が変わりましたよ。個性的な、ね、あのあ<ー>ゲストの方をお迎えしてのお話だったのでそうそう視聴者の方も非常にこうインパクトがあったということですね,あねお話ももこさんなんかはあの元から健康に留意して生活されてるけど <laughs>、はい、僕は大体いい不健康に留意して生活してるのでかなりの改善効果があったわけですが <laughs>、はいはい、今日は実はね、まあ、あの割合と本命なんです。つまりね 我々は何を食べてていいいいけばいいかっていう基本的なものがあるんですよそれで昔はまあご飯を食べて、はい、えそのうち肉を食えって肉を食い出してそれから油を食ってるうちにコレステロールダメだとか言われてですねで最近ではあの糖質フリーなんつって、えー、全然ご飯食べちゃダメですよなんつうのもあってですね、はいはい、多くの人がものすごく迷ってるわけですよで私去年の春1回秋1回ですね まあそういうのの研究会を名古屋でやりましてね、はい、それでいろいろお聞きしましたそれで今日ご登場される柏原先生関係では最初はあの,代わりの人でしたかねね、はい、先生じゃなかったですよ、ね、そうですねうちであの日本健康食育協会で資格を取った健康食育シニアマスターという先生がいます、はい、ああなるほどなるほど、はい、その人にちょっと喋っていただいて僕はその時にあのじっくり聞いてね、はい、いやこれはあのー お米をうんと食べるっていうのが一番ちゃんとしてるなと思って、うん、でまず自分で5月か6月ぐらいから3か月、えー、お米を2合から2合半ぐらい一日食べだしたそうでしたね,そ,うでしたね <laughs> そしたら全体調も変わってあの全然体は太らない、はい、もう今まであのあと茶碗肉うっすらだったやつが山盛りでね一日ご飯も食べるとそれであこれはもう一回研究しなきゃいけないと。ついては 仲介してくれる人がおられて大場さんっていう方ですけども梶、えー、原先生にも思い切って来てもらった方がいいんじゃないかと言うんで名古屋までお越しいただいてですね話を聞いたと、はいまあ、素晴らしいとまあ、いうことで、えーまあ、今日はですねまずじっくりと、まあ、データを基本としてですね、はい、我々は何を食べていくべきだと、うん、何を食べていくべきだかも分かんないで生活してるっておかしいじゃないですか。ねえー、<laughs> そういういことで今日は 先生にお越しいただきまししして、はいはい、よろしくお願いいたしますだから今日はですね少し時間がかかってもじっくりとですね先生から、えー、お話をお伺いしたいと、えー、ちょっとこれ字がちっちゃくて見れるかどうか分かんないんですけどもまずご飯は健康に良いのかと、まあ、日本人はもう基本的にご飯なんですが、えー、ご飯についての基本的な考え方とデータですねそれを先生に 講演ししててお話をいいただこうと思います、はい、まずまあ基礎からですから、まあ、基礎からあまりあの急がずにじっくりとあの構いませんのでどうぞお願いいたします、はい、あの最近では日本人はご飯を食べ過ぎてる減らさなきゃって言われてるんですけど実際にはこれ1人当たりの1年間のお米の消費量のグラフなんですけどもうひたすら減り過ぎて 減り続けている現状でこんなにご飯を食べなくなっているのにまだ食べ過ぎてるとか太る原因だって言われてること自体がちょっと待ってっていうところだと思うんですね。そうですねかつて昭和これ一番こっちは昭和これ何年 ?37 年戦争のちょっと前ですね大体1日に精米で戦戦後後ですね昭和40年ぐらいですね。 ずっと戦後ですよ僕なんか昭和18年生まれですからねもう奇跡あのんか幻のような人間なんですがその頃1 2 0キロ一日これは年間ですね1 2 0すね食べてるのがずっとこれ1 2 0キロ食べてるのがずっと減ってですね今ではだいたい4割半分以下で半分以下ですね5 4キロっていうのはどういうことかっ言ったら1日にご三百が3 4 0ム。っていうことはどういうことかっったらまあ お茶碗軽く2杯と大体いい1人今1合いかないぐらいの消費量っていうのが数字上なんですけど実際にいろんな方の食事見てると、えー、毎日お茶碗2杯以上食べてる方ってあんんまり見かけないんですよね僕もね,、えー、っとね20年ぐらい前は、えー、少なくとも夕食は2杯食べてたけど、はい、今はもういっぱいどころ今っていうか,今から去年からちょっと違うんですけどその前は、えー、いっぱいも食べなかったぐらいです。はい なので、ねうんまあ、実際にはこれより少ない方の方が多いんじゃないかなぁ、えー、と思うんですけどこういう状態でまこれは現実にこうなったというだけですね、はい、まだ考えとかすんじゃありませんそれでじゃあそのカロリーという点でこれカロリーかーそうですね1日の総カロリーがどのぐらいかってこちらの戦後から現代までの数字なんですけど。 まあ戦後はちょっと貧しくて、えー、食事が、ね、あまり取れないんですけどす、ね、いつもひもじかったですからね、はい、高度成長期でぐっと上がったとこから、えー、もう70年代あたりからひたすらカロリーも減っていてはい、はい、でなんとなくこう「飽食飽食」とか、えー、太る人が増えてくると、えー、カロリーオーバーのイメージがあるんですけど実際にはカロリー不足の人がほとんんどでであるっていう現状なんですよ、うん、そうですね。我々はは、まあ、仕事も昔はクワを振るっていたし、うん まあ女性はもう洗濯掃除、だけど全部家電製品になったから。まあ一日ゴロゴロ寝てるというあの主婦もいるし。まあ男も最近では男の筋肉労働はコピーの蓋を開けるぐらいだって言われるわけですよ。だからまあ。カロリーがある程度少なくていいっていうのはそうでしょうね。 まあ、そうですね消費活動量が減ってるっていうのはあるんですけどですけれど、うん、何もしなくても消費する分があって、はい、この生命活動でする分がだいぶ不足しつつあるのね結局後でグラフが出てくると思いますけど人間が一番カロリーを使うのは基礎代謝、うん、つまりあの消化したり、まあ、筋肉もあの何もしなくても結構あのカロリー消費しますから。 あ,のあと運動とかそういうので消費するっていうのはあるんですが、まあ、7割まあ6割から7割はね、はい、ただ生存してると。 生存してる時にやっぱり心臓も動くし胃腸も動くから頭は動かない人もいるけど動いて死んでます実際になんとなく世の中ではカロリーが多いと太る少ないと痩せるっていうイメージがありますけど私も最初そう思ってたんですけどでも現場で何万人もの方を見ているとカロリー少ないのに太ってる人がいっぱいいる。 僕はあのその,あのお話を聞くときにその人の学歴も職業も何にも聞かないで、はい、その人の言うことをじっくり聞くんで、えー、まだ僕はあの先生がどういうことをされてたって知らないんですけども、はい、ううともと、はい、大学で栄養学を勉強して、はい、で社会に出て管理栄養士の資格を取った後、はいはい、食事でいろんなあの。 健康サポート企業の健康管理とかそういったところでやってたんですけどメタボの方たちの食事見てるとみんなカロリー少ない傾向があって逆に、痩せの大食いっているじゃないですかよよ、く食べるのに痩せです私もすごいよく食べるんですけどいいっぱ食べますカロリー計算と体型って一致しないんですよ、全然。 そもそもそういったところから、うん、カロリー減らせっってていいううう発想が、はい、どうなのかっていうのか先生をご紹介いただいた大庭さんっていうのも管理栄養士で非常に優秀な人ですが彼女は僕に何つったかったら「私は病院でいろいろ病人に対する栄養食っていうかそういうのを出してるけどもう全くそのおかしいんです」とえこういうふうな食事を出せってのはのは国の基準とかいろんなので決まってるんだけど。 出してね、うん、よくならならいおかしいんじゃないかと基準自身が考え方がおかしいんじゃないかと、うん、まあ彼女さんもそう言っだから計算通りの体型ってまずならないっていうのが本当に最初不思議だったんですよ、うん、そうそうご飯が減ってカロリーも減ってるのに、うん、肥満してる人はカロリーの少なくとってる人だとそうですねメタボの方ほど摂取カロリー少ない傾向、うん、そうなん ある太ってると食べ過ぎてるんじゃないかって勝手に思い込んでるんですけどす意外とそうじゃないっていうことがあって、うん、そ,それで厚生労働省が示している、まあ、日本人のの食,食事摂取基準っていうのがあるわけですよねこれはあの今日本人対象のエビデンスを集めて、うんはい、一番、まあ、国民が病気になりにくい健康的な生活を送るための指針として。 5年に1回発表されてるんですね、うん、でその中でカロリーのバランスとして、まあ、の理想とされてるのが炭炭水水化化物物がメインでですよという割前後脂質の割合が高くなりすぎるとバランスが崩れやすいというそんなバランスになっているのが、えー、まあ一番エビデンスをもとに作られているのにもかかわらず、うん、炭水化物を減らせという話が、うん、まずちょっと ただここで目的がねこれはの国の難しいとこ、はい、国っていうのは難しいんですけどもエネルギー栄養素欠乏症の予防、はい、つまり昔は僕の子供の頃なんてもうとにかくお腹減ってましたからね常に、はい、それから最後の方には過剰摂取による健康障害の予防と別に時代が変わってくるしまた人によってはほとんど食べなくてダメな人もいればそういう人に対しては「あなた栄養不足ですよ」って言ってあげなきゃいけないし、はいはい、山みたいに食う人は「栄養不足ですよ」言ってなきゃいけないし山みたいに食う人は「 過剰ですよって言ってやんなきゃないっていうのがまあ、難しい。だ、はい、から、厚生労働省ってのはね、まあ、あ。ここ同意しなくていいですよ。<laughs> 僕、厚生労働省ってね、もうろくなもんじゃないんですよ。<laughs> 国民の健康なんて考えてないんだよ。だけど。この六割とか、必須がちょっと多いですね。二十五パーセントね。二十五パーセント前後ですね。はい。ちょっとシンプルに円グラフにしてますけど。すね、はい。多少幅があります。えー、ですから。うん あの私があの実は糖質フリーっていうのに対して比較的あの批判的なのはまず学問的じゃないってこととこういうあの今までの積み重なれたデータに対して全く違うんだから違う根拠を示してもらわなきゃいけないけどそれなかなか示してくれないっていうのが、まあ、僕なんかが持つ糖質フリーなんかの運動に対する批判なんですね。学問っていいうううのはそそううももんんんんじゃありりまませせせ例えばばししなやり方したらね僕らね僕飛飛行機飛ばせませんよ 飛行機飛ばす時にね飛行機の機体はアルミがいいこの人が言うとこっちは木造がいいなんって言ったらねもうどうしてどうやって飛ばしていいか分かんないんですよだからあの材料系でじっくり議論してそれで最終的に飛行機とか新幹線の車軸とか難しいやつあるんですけどそれはもうみんなが合意してるもんなんですよ、ね、だけどそれでも疲労なんかが時々あって墜落したりすることあるけどそこはね材料の学者で 意見が違うなんてことないんですよ。で意見が違ったら落ちちゃうからね。はい、だからもう真剣にみんなで議論する。ところがね、まあ栄養の人に悪いけど、栄養の人は突如として変なことがピュアと出てきてね。あと胃がみあったりしてますから、ね。<laughs> そうですね。ねまああの栄養をエビデンスにするのってすごく難しくて、うん、くてもう関わる要素がすごく多いんですよね。そうそう。うん、で、あの栄養素 でこういうのって研究しますけど、うん、食材にはいろんな栄養素入ってたり組み合わせて食べるので、特定のものでエビデンス化って、本当に難しいっていうのが、うん、どうしても見解が割れる背景にあるのかなと思います、うん、僕なんか、例えばほうれん草が体にいいなんて聞くとね、<laughs> ほうれん草と言うなとあの、中に含まれてる何がいいとか言ってくれと <laughs>、ねあの、それがなぜいいかって言ってくれないと、食品なんか言ってもらえたって困るっていうのは僕なんかね、印象あるんですよ。はい <laughs> 確かにそれが難しい点ですね。まあ,ねあまりゆっくりやってると、はい、でこちらはあの先ほどの,あの1日のカロリー摂取量 <A> グラフありましたけど <A> それの内訳を色にしてるんですけどブルーが炭水化物、はい、黄色が脂肪,が脂肪ピンクがタンパク質。でこれ戦後から現代に向けてどういう割合になってるかっていう変化なんですけど。 あのカロリーの大きさだけを見るのではなくこのバランスがすごく重要になってきてカロリーがあのピークの70年代から比べますと減ってるのが何が減ってるのかっていうとこっちからむしろこのここから一番多い時からスタートして1970年ぐらいからスタートして下がってきてる、はい、カロリーが下がってきてるのが何かあったら脂肪はむしろやや増えてて。 タン質は変わらないで、はい、それで一点にこの炭水化物が減らしているということです、ね、そうですね、うん、カロリーが減った背景は、はい、炭水化物を取らなくなってるからっていう状況なんですけど、はい、まあ世の中では、はい、糖質炭水化物を取りすぎてるっていう言葉がすごく多いんですけどいやもう戦後からずっと炭水化物の摂取っ、はい、減っているので。はい なのでそれが肥満とか糖尿病の原因であるっていうこと自体が、うんうん、ちょっと違うんじゃないかなっていう、はい、そうですの私もねあんまりここであの糖質のこと言ったらねあそこら辺から反撃が山ほど来るんですが <laughs> まあその反撃は学問は、ね、反撃なんかしていけないんですよ批判をきちっとして議論するのが大切なんですがあ実はね本当にこ,うこれでどうなったか要するに炭水化物をどん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 減らすことによって何が起こったかっていうと。 これは僕が持ってきたデータでなんですがあれよく言われてるんですけどえ糖尿病がねもう戦後なんつうのはほとんど1ですよねそれが今32倍740万人ね,ねこれすごい変なんですよ要するにね炭水化物を取るから糖尿病が増えるんだ糖尿病になるとねご飯の量を制限するんですよもう何単位とかいってね 先端とかかなんか言って特に炭水化物の中でご飯が悪者になってますよ、ね、悪者にまってねご飯減らせって言うんですけど <laughs> ご飯減らせって実際ね実はこれはあのたあの糖尿病の患者さんをあの世話してる管理栄養士なんか見るよるとねどうしてならないかって当たり前で、うん、ご飯をどんどん減らしてんのに糖尿病がものすごく増えてるってことはこれバスの法則っつって僕は言ってるんですけど。 社会の認識と現実が正反対になる。うん、これもしょっちゅう起こることなんですよ。うん、その一つなんですね。だからそれでね、糖尿病が増えて、えー、結局腎臓病になるんですよ。糖尿病というのはま末梢神血管がやられるので、一番末梢神管あの血管の大事なのはあの腎臓の腎臓体ですからね。そこがやられるわけですよ。ですからもう人工透析患者の今6割がね、うん、あの糖尿病患者なんですよ。 だけどね誰もこれ言わないんですよ、うん、ご飯を減らしてるのに糖尿病が増えてると、うん、にもかかわらずご飯を減らせっつってるんですこれはなぜかね、うん、お金になるからですよ、うん、患者が増えてお金になるでこれを実は僕虎ノ門ニュースでやったわけだそしたらもうお医者さんからワーッと来た山ほどクレームが <laughs> これで次の週にもう全部きちっと説明した。うん しししたたたたらやっぱりささすががねちゃんんとしたお医者さんでしたよクレーム来たのがだから全部もうゼロになっちゃったクレームはーだって事実なんですからうん、まあ、わざと糖尿病わざとっていうのがいけないんだけど僕流に寄せるわざと糖尿病を増やして米減らせ米減らせっつって糖尿病減らしてあ増やしてそれで腎臓が増えてそれで我々と重症の腎臓患者を人工透析に追いやるんですよ。 そうするとどういうういいことととなるかというとその当人もいいんですよ当人はどうしていいかっつったら重症の腎臓患者は全部自己負担ですよまあ3割とか2割とかところが人工透析になったら100%今度は国なんですよ500万円1年間だから、まあ、人間ですからねお金払ってたのが払わなくていいと、うん、だけど1週間に2回ぐらい地位全部出して透析するわけでしょ、うんはい、でその投入あいや 透析患者の売り替えが行われてるわけですよ。こ、うん、れで僕それ現場を見てね、それでテレビで言ったんですよ。よ、はい、したら猛烈に来たけど、いやもうちゃんともうエビデンスも出してね、こうらんです、ね。だから実に今日ね先生にあの言っていただきたいのは、お米を減らしたということが糖尿病が増えた原因じゃないんですよ。うん、ね、そこのところはっきりとしたいということですね。はい、なんとなくこうご飯に悪いイメージがあって減らす方が増えてるんですけど。うん ご飯を減らし続けて長期間実践すると寿命が短くなるっていうデータがたくさん出てましてでそこがが長期でで実践し続けた時っていううのがポイントだと思うんですね、はい、で短期では糖質抜くと痩せたりなんか血糖値下がったような感じがするんですけどそれは結構体に負担をかけていてそれをやり続けると逆にいろんな病気のリスクが上がるので。 長期のデータが重要であるっていうところだと思います、うん。そうですね。これはあの糖質をとが少なくした場合の死亡率が一点三倍になる。そうですね。ちょっと知ってんが NHK でなんかちょっと気になるかあ。まあいいですね。NHK も正しいのである。あのデータのデータ <laughs> あの提供をしているのが兄弟 <laughs> 名誉教授の森谷教授で。ーはい森谷先生から、えー、はい教えていただきましたそうですか、はい、アメリカの調査ですね。そうですね。えー 日本ではなかなかこれだけの長期のデータがまだない。なるほど、これ長期ってどのぐらいですか？20年以上です。20年以上ね。はい、だからまああの瞬間的に元気になりたかったらいろいろ方法があるけど、20年以上ちゃんと元気であるためには必要だということですね。それ、はい、もう一つ似たようなインシュリンの分泌量ですけど。これはまあ糖尿病に関係するものですけども、ちょっとこれもお願いいたします。はい、はい、こちらもあの先日 NHK スペシャルで取り上げられた、はい、データなんですけれども、あの。 特に日本人においてご飯はいいんだよっていうのがここで遺伝的にやっぱりあのこれまでとってきた食事によって体質が変わってくるんですよね。なので欧米の方のエビデンスよりもやっぱり日本人にとってのデータっていうのを重視する必要があるっていうことなんですけど日本人の場合は特にあのアミラーゼを分解するあのを分解する。 酵素をたくさん唾液の中に持ってるんですね。それによってあのご飯とか糖質をいっぱい取ってもあの糖尿病になりにくい,い体質の人が多いということが、はい、いろんなデータで今分かってきて,るている、ねはい、そうですね。僕はいつも言ってるようにあの、えー、東ヨーロッパ人は酒を飲めない人ゼロパーセント。ゼロ。えー、日本が四十パーセント。はい、まあ好天的にえっ、ー、とアルデヒド分解酵素を獲得できるのが二十パーセントいますから。 生涯お酒が飲めない人っていうのは20%しかいませんが、うん、生まれつきという点では遺伝的にはもうヨーロッパ特にドイツぐらいから東あと、ま、日本人はもう世界で一番お酒のあのあデンスで分解できませんからねそれからもちろんあのヨーグルトとお味噌と比べると、まあ、僕のこれは見解なんですが、はい、東ヨーロッパ人はヨーグルトがいい。うん 日本人は味噌がいい、はい、まあこういうふうになってますからそれは当たり前で大体日本人の体ってのは日本のから取れる作物でできてますけどね、はい、まあお米というす、ね、長年ご飯中心だったことでご飯に適した体になっているんですね、はい、あののアミラーゼのことをもうちょっと詳しくお願いしたいんですけどね、はい、この、あのー、アミラーゼというのはあのー、炭水化物を分解する酵素ですねこの酵素をしっかり持っていると結果的に血糖値も上がりにくいはい っていうあと血糖値が上がりにくいっていうことは太りにくいっていうこと、うん。あのちょっとご質問なんですけど、アミラーゼがあるとデンプンを取って時きデンプンを分解しますよね。はい。したらアミラーゼが多いとえブドウ糖の発生量がおあの速くなっちゃうんじゃないですか。あそれで、うん、あの血糖が上がってあの、はい、インシュリンが分泌するってことはならないですか。あのそこは結果的に消化されていけば、はい、同じ量なんですけども、はいはい、あの 甘みを感じることで脳がこの分解を効率よくするっていう指令を出すっていうことで結果的に太りにくくなるっていう。アミラーゼが唾液から出るからだから口の中である程度分解してそしてでんぷんに甘みがつくというかブドウ糖とか糖ととか出てくる砂糖とか二糖類がそれで脳が甘みを感じるそれによって何が起こる それによって、ええ、あの、結局私たちが食べた時の、うん、あの、咀嚼とかの指令が。うんはい、脳を、ええ、あの、動かして、かしてそれが消化器官とか、はい、いろんな、あの。えっ、ー、と、代謝酵素とかの出方が変わるんですね。で、そこで言うと、はい、また後で出てくるんですけど、はいはい、あの。 早食いするといけないっていうあ,、うん、あそうですね先生がゆっくり噛めとそうなんです早食いしないでゆっくり噛むと,噛むとちゃんと唾液を出して,出して噛まないと唾液が出ないんですけど噛まないと唾液がそこにこ、うん、のアミラーゼが入ってるはいるのでアミラーゼとご飯を混ぜて食べること、はい、これがその後の消化吸収を代謝に大きな影響を与えるんですね、うん、じゃあこのかけらぐらいのねはい 高いからかけらぐらいのうなぎを家に置いといてですねそれを焼いてねうなぎの匂いを嗅いでマスさャイキを出してくんだうなぎはもう出るからねちょっと想像しただけ今家の中がね大岡さんの中で想像したわけもう想像しただけでジャイキ出ますよ美味しそうとか香りとか具体で食欲が湧いた状態で食べるのと例えばコンビニで買ってきて急にバッて開けて食べるのでは 血糖値の上がり方とか違うんです。あ、そうそう。はい。だから、やっぱり、あの、健康を保つには、楽しく笑いの絶えない家庭が必要で。そうです。一人で、あの、もう、あの、夫婦が喧嘩してるし、と、子供とも喧嘩してるから、一人で食べるのダメなんだよ。はい。大嫌い。食事っていうのは、食べるところから始まるんじゃなく、感じたり。あの、美味しそうって思ったり。なるほど。 食べる前の感情とか嗅覚とか、うん、あとなんかジュージュー音とか,音とかこういうのを聞いたとこから始まってるんですよ。うん、なるほど、うん、準備段階それが今少ないのもすごく、うん、あの血糖値とかも乱れやすい一つにあって。 なのでやっぱり自炊したりもすごい大事でいい香りであもうすぐできる早く食べたいなとかレストランでメニュー選んで全部美味しそうとか人の見て早く食べたいとこれも結構大事なるんですよあの絶対いけない方向ですけどねいけない方向ですがえっとなんかあのや商売できそうですねあのね匂いと音とこう出るあの食欲湧く

糖尿病になるとご飯を減らせと言うとそれ実際そうやってるとところが現実にご飯を減れば減るほど糖尿病は32倍になってるとでこれはもともと我々日本人が何を食べればいいかという本当の基本のところが間違ってると、まあ、その間違ってる理由はそのご飯のアミラーゼの問題とかそういうのがあってそれで実は我々の消化してるものそれが体になるものは違うメカニズムなんだと。 錯覚しちゃってんだとまあ、いうことが大体おぼろげ全体像としては分かりました、えー、またさらに第2回から少し具体的に詳しいことに入っていくこうと思いますけど、ね、はい。それでは今回のお時間はここまでということで武田先生そして柏原先生今日はありがとうございましたまた皆さん引き続き次回もお楽しみに笑って暮らしていしゃつらず今日はここまでですありがとうございました